閉店30分前に太郎2の残330見つけたんだけど撃つ？パチンコにも死にか世界進化した仕事と春菜がパチンコに取らせた価値観をお伝えするチャンネルです。はい、どうも今度春菜でございます。はい、皆さんお元気ですか？今日はですね、先日僕がウルトラマン太郎2のビューティーバーで残り330回転というのを閉店90分前に見つけました。実際の話でございます。それを皆さん見つけたとしたら打ちますかというお話をしていきたいと思います。はい、で今回なんですけど、まあ先日ね、僕が太郎2をね、残330を90分前に見つけたんですよね。その時に、ね、僕ツイッターで投稿したんですよ。閉店90分前だけど太郎2の330見つけた、やった、間に合う、打つぞっていう感じで、投稿しました。はい、でまあそれを見た方、皆さんのリアクションはどうだったかというと、まあ 85% ぐらいの人が、いや間に合わんでしょと、いや打つべきじゃないと思いますよみたいな反対側の意見が多かったです。皆さんどう思いますか？はい、打つべきなのか、打たないべきなのか。はい、で、結論言います。結論なんですけど、僕が打つという選択をしたのは正解でした。はい、まあ、僕もね、もちろんね、見立て間違えることはまあしょっちゅうよくあるので、はい、まあ結果論的な話になっちゃいますけど、結果論的には正解でした。はい、でなぜ正解だったのかという話をしていきたいと思います。もちろんね、まあ、僕でも選択、ミスすること多いんですけど、僕が打った条件を当てはめて考えていきたいと思います。はい、で僕が打った条件が、まず U タイム突入率が330ね、残330、まあ、正確には320いくつだったんですけど、330にします。330、はい、で回転率が19回です。で回転率が19回でフロック入賞が0個でした。ずっと打ち続けて、はい、フロック入賞は何かと、まあ、ずっとっていうか、いくつぐらい回したかな、300ぐらい回した、残り30ぐらいで当たったのかな。はい、でフロック何かって、まあ、ご存知ない方いらっしゃるかもしれないですけど、おまけ昇級口のことで、へそがありますよね。へそに入ったら当然ルールって学びますよね。で今回のタトツーはへそに入ったら昇級が1個返ってくるんですよ。でフロックっていうのはおまけ昇級口がここら辺にありまして、そこに入ると9個かな、9個、返ってきます。はい、なのでこれ結構大事なんですけど、同じ19回転回せる台だったとしても、フロックがマイナスでフロックで全然入らないでの19回転だと結構サクサク回るんですよ。ルーレット出世はたくさんします。ただフロックがプラス調整での19回転、フロック球が入るんだけどあんまり一緒に入らないでだと、あんまり抽選できないんですよね。あんまり回すことができません。はい、なのでフロック、今回はフロックマイナスでフロック全く入らないでの19回転、結構回せるよという台でございました。はい、で通常時速が300回転、はい、まあ、これびっくりする方は結構いらっしゃると思うんですけど、僕が回して305回ぐらいでしたね、1時間あたり。球がね途中で詰まっちゃったんですよ、2回ぐらい。だから実際はもっと回せると思います。はい、僕が全力で打って300回転ぐらいなイメージで持っていただけるかと思います。はい、で当然閉店90分前に打ち出したと。であとは27.5玉無制限のお店で打ちましたと。はい、まあ、もちろん 100% で打てます。はい、でこちらを期待値算出します。期待値算出するのも閉店時間を考慮した期待値を算出します。そうするといくらになるか、バン、8500円です。期待値が8500円で、時給換算だと約9150円の台です。なのでね、もう期待値が全てなんですよ。反対意見くださってる方の中には、優待期待値的にはいいかもしれないけど取り切れないくなった時に気持ち的の メンタルがちょっと良くないので打つべきがないっていう書いてる人もいらっしゃいましたけど、関係、気持ちの部分なんか関係ないんですよ。全ては時間を加味した U タイムの期待値、これが全てです。僕はそう思います。はい、なのでこの U タイムの閉店時間を考慮した期待値だと約8500円あります。はい、なので打つべきだったというわけでございます。ただね、まあ僕なりに先日打ってね、打って
気づいたことがありますので、今日はそちらも合わせてシェアをしていきたいと思います。はい、僕が打ったのは結果的な今日話なんですよね。はい、ただ皆さんが同じような状況で、例えばザン330のタロ2を残り90分前に見つけましたと、あ、なったら、同じように5で、あ、じゃあいいんですねっていうふうにはちょっと思わないでほしいんですよ。はい、それをこれからちょっとお話ししていきたいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、で気づいたことのシェアね。はい、まず1つ目、まあ、結果的に1時間で300枚約5回回せましたが、釘を見てブロックマイナスで18以上あると思って僕は打ちました。はい、仮にフロックがプラス調整で16以下の回転数だったら打たなかったです。はい、これもね、まあ、さっきお話した話になるんですけど、フロックがプラスだと素早く回せない、しかも回転率も良くない。はい、なので結構スピードが遅くなっちゃいます。なので打たなかったっていうこともあったと思います。2つ目、打ち手のレベルによって素早く回す技術はかなり変わります。例えば僕が打つと、まあ時間がなかったので、よく約ね、保留 3.5 度目ぐらいで打ったんですよ。もうかなりスピード重視の打ち方に変えたので。はい、ただゆっくり保留3度目でゆっくり打ったりとかしてたり、例えば保留4が消化するタイミングですぐ打ったりとか、僕が打つと、あとスーパーの演出中も必ずスーパーが演出終わるまでに保留を全部貯めとくということで、1秒たりとも無駄にしないでかなり急いで回しました。これね、打ち手レベルによってね、回せる技術っていうのがね、かなり変わってくると思います。はい、なので必ずしも、まあ、いっぱいユーザーの方は行くべきではないかなという感じでございますね。なので、まあ、僕と同じ状況になった場合、残り 0.90 分前でザン330のライがあったっていう場合でも、必ずしも5ではないと、まあ、僕の結果的に言ったのは5で正解だったんですけど、必ずしも皆さんも5ではないということをぜひ、覚えていただけたらなと思って今日は動画を撮った次第でございます。はい、ちなみになんですけど、今回僕がですね、まあ、こういう結論を出したよというのはですね、マッツンさんとホムさんがやってますパチンコ失笑教室の、ツールを使わせていただきました。はい、でそこにですね、もう時間を考慮した優待の期待値にポンポンポンって入力すれば出てきます。他の動画でもお話ししましたけど出てきます。なのでね、皆さんぜひそちらをご活用していただけたらと思います。まあ概要欄にノート貼っておきますので。はい、でマガジン購入したらほぼ全てのリュータイムの機種の閉店時間を加味した、はい、まあもちろんあれですよ、持ち越しサービスがない地域ね、持ち越しサービスがない地域で使います。はい、が載ってます。はい、そこに当てはめてみて見るだけでいいので、はい、ぜひ、ご購入していただいて参考に、していただければと思っております。そんな感じの今日は動画でございますね。はい、という感じです。はい、で本日のおまけトーク、今日もやるんですけど、本日のおまけトークは、普通だったらね、1本にしていいような、僕が太郎2を打って気づいた攻略要素、それをメインに話してもよかったんですけど、お話ししていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。はい、というわけで今日もご視聴くださりありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどお待ちしております。気づいたことなどあればコメントお願いします。はい、今日も暑いです。というわけで次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、というわけでおまけトークです。僕が太郎2を打って気づいた攻略要素、お話ししていきたいと思います。はい、まずカスタムですね。カスタムはここに書いてある通り全部入力ですね。全部入力してできる限り最速察知をするようにしてください。はい、あとは2つ目、やっぱりね、まあ本編でもお話ししましたけど、スピードが速い頃からこそ閉店前にこれ取りきれないなと思ってやめる人がかなりいると思います。はい、ただ通常スピードもサポ中の消化スピードもめちゃくちゃ速いです。だから結構取り切る可能性大です。なのでマッツンさんとホムさんのツール活用していただいて、ぜひ閉店時間考慮した期待値を出して、こう行くべきか行かないべきかっていうのを判断していただけたらと思います。はい、3つ目、サポ中の止め打ち、めちゃくちゃ簡単です。はい、上にボーナスっていうところにアタッカーがあるんですけど、ボーナスの U かな、 U が通ったら1個取った
ったら1個、取ったら1、取ったら1個を繰り返すだけです。で、太郎のおまけチェッカーがあるのでかなり増えます。はい、サポート名かなり有効です。はい、なのでもう1個うち必ずやるようにしていただければと思います。はい、4つ目。今回タロチャッカーのおかげで1600個の獲得が可能になっております。はい、でタロチャッカーなんですけど、プラスチックの部分の釘ありますよね、右側に。はい、そこの中を いじることは可能です。まあ、いじることできないと思っている方いらっしゃると思うんですけど、なのでそのタロチャッカーがもう釘が、まあ、プラスになることはほぼないと思うんですけど、はい、そこがマイナス側に釘が動いてる台はもう敬遠しちゃっていいと思います。なので、まあ、タロチャッカーの、 あの釘を、しっかり見るようにしていただければと思います。はい、以上でございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。